日本語も英語もですね翻訳できそうだったのでかなりいい感じだなというふうに思います。この猫に小判のえイラストがあったのでこちらをですね、えー、と読み込んでみたいと思います。はい、皆さんこんにちは英 i 部署のネタです。本日はリンナ社が公開した言語モデルについて話していこうと思います。え先日リンナ社から日本語と英語を学習したバイリンガルな言語モデルが公開されました。 なんか毎週のように新しい言語モデル出てるじゃんって感じなんですけども日本語に対応してるということでどれくらい使えるのかというのは気になる人もいるかと思います。でリンナ社は以前にも言語モデルを公開していて他のモデルと比較して精度が高いのが特徴です。こちらはステアビリティ AI という会社が公表している日本語に対する言語モデルの評価ランキングになっています。 でリンダ社のインストラクション PPO というモデルがトップになっていて、メタ社のラマとかサイバーエージェントの言語モデルの精度を上回っています。でリンダ社のモデルはパラメータ数が半分くらいしかないのに、精度がトップであるっていうのはちょっと不思議だなっていうふうに思いませんか これはインストラクション PPO という学習手法で人間の評価が最大になるような追加学習が行われているからだと思います。単純にパラメータ数が大きければ精度がいいわけではないというのは一つ勉強になるポイントかなというふうに思います。本日はそんなリーナ社から公開された最新のモデルについて視聴者さんからもリクエストいただきましたので簡単な概要とどうやって使えばいいのかということについて解説していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。 はい、最初に、今回公開されたモデルなんですけども、4種類のモデルが公開されています。で、特徴としては、日本語と英語とプログラミングのコードで学習がされていて、英語が56%、日本語が33%、プログラムのソースコードが11%使われているようです。なので、日本語だけじゃなくて、英語も喋ることができるというふうに思いますし、もしかしたら翻訳などの精度も高いかもしれません。 一番上の汎用言語モデルがパラメータ40億個のモデルで、その他の3つに関しては、この汎用言語モデルをベースに学習したものになります。特徴的なのは、今回、長期コンテキストモデルということで、入力のトークン数が8192個受け取れるモデルが公開されていたり、その他、画像対話モデルということで、テキストだけじゃなくて、画像も入力として受け取れるマルチモーダルなモデルが公開されています。 で画像対話モデルは、例えばこんな感じで画像を入れて、猫はどんな体制をしてますかっていうふうに聞くと、横になってますというふうに、画像の情報を元に回答してくれるものになっています。で、ビングチャットでも同じような機能が追加されているので、使ったことがあるという人もいるかと思います。で、個人的には、この画像対話モデルのビジネス的な応用先って、どういうところにあるんだろうなっていうのは疑問だったんですけども、皆さんは何か思いつきますかで、チャット g p t に聞いてみたら、例えば医療分野だったら、 その写真から何かの病状の説明だったりとか病気の可能性について教えてくれるようなサービスっていうのは一つあるんじゃないかというふうに答えてくれました。確かにスマホとかで病気が診断できるようになったらすごい助かるなというふうに思います。今後どういうふうに使われていくのかすごい楽しみですね。で、画像タイヤモデルってどういうふうに動いてるのっていうふうに疑問に思った人ももしかしたらいるかもしれません。そもそも、えー、画像から言語情報が出てくるって不思議ですよね。技術としては ブリップ2という画像モデルと言語モデルを組み合わせる技術を使用しているようですで。少し難しいんですけども、画像モデルと言語モデルをそれぞれ学習しようとすると、パラメータ数が大きくなりすぎて学習が大変になります。なので、すでに学習した画像モデルの出力と言語モデルの入力を繋ぐ場所だけを学習させることで、学習させるパラメータを大きく削減することができているようです。 イメージとしてはこんな感じで、えー、画像が入ってきて、画像がベクトル化されますとで。そのベクトル化されたものを言語モデルの入力として正しく扱うために、えー、ここですね、つなぎ目の部分を学習しているようですで。今回のリンナ社のモデルでは、言語モデルの部分が先ほど紹介した汎用言語モデルを使用しているようで、日本語に対応できるようになっているみたいです、はい。それでは実際に動かしてみて、どんな感じの出力ができるか見ていきましょう。 はい。それでは早速実装の方やっていきたいと思います。こちらが公開されたモデルの、えー、ハギングフェイスのページになっています、えー。リーナちゃんがいますね。で、この下の方に行くと、まあ、どういう学習データを使ったとか、それぞれのモデルのリンク先が紹介されています。あとは、えー、日本語におけるモデルの性能評価の結果が載っています。で、こちらを見ると、このバイリンガル GPT-NEOX というものが、えー、ベースのモデルで、それに対して、えー、SFT したものと PO したものというのが、えー、と出ていますと。 で、このスコアは高い方がいいということなんですけども、ちょっとアップすると、こんな感じで、この SFT のモデルがですね、一番良いと。で、この下2つのジャパニーズに関しては、以前出たモデルになっています。なので、ベースモデルは若干ですね、この 3.6B から進化してると。で、この SFT に関しては、かなり良くなってるというところなので、言語モデルはこちらの方を試してみたいと思います。 はい。それでは早速動かしてみるんですけども、今回 Google コラボを使うんですけども、パラメータが40億あるので、無料の Google コラボだったら、メモリーエラーになってしまいます。なので、今回 Google コラボプロっていう優勝版の Google コラボの方を申し込みまして、GPU のメモリを 40GB まで使えるように変更しました。で月1000円かかるので、優勝版にしたくないって人は、結果だけですね、見てもらえればと思います。はい。それでは、シフトエンターで、プログラムを実行していきます。 はい、今ですね、えっ、ー、と、モデルのダウンロードが終わったので、使ってみたいと思います。で、使い方は、えー、こんな感じでコードが欠けて、パラメータとして、今回は、正確性を求めているので、このテンプレチャーを低い値に設定しています。あと、このレペティ,ティションペナルティというのがないと、えー、繰り返し文章が生成されたりしたので、こちらも設定をしておきます。はい、こちらに関数を実行して、はい、こんにちはという風に言ってみます。はい、そうするとこんな感じで、こんにちはという風に書いていきます。他にもちょっと聞いてみましょう。 はい。日本の人はどこですかで、東京ですね。えっと、帰っていきますね。はい。データサイエンティストに必要なことを5個教えてくださいと聞いてみます。はい。そうするとこんな感じで、データ分析のスキル、ツールとテクニック、実践と、えー、倫理的考慮事項、実践における倫理的考慮事項ということで、ちょっと回答としては、まあ、十分ではないですけども、ちゃんと5個を生成してくれたりして、なかなかいいんじゃないかなというふうに思います。もう少し実践的なことを、えー、やってみたいと思います。 はい。それでは、えー、最初にですね、文脈から答えさせるということで、えー、Q&A タスクをやりたいなって思ったときに、文章から関連の文脈を持ってきて、それとユーザーの質問に合わせて答えさせるということを言語モデルにやらせるかなと思います。じゃあ、このモデルを使ったときに、えー、ちゃんとですね、その文脈から答えを生成することができるかっていうのをやっていきたいと思います。はい。で、まず最初にですね、レアゾーンスピーチについて教えてくださいというふうに聞いてみます。 はい。そうすると、まあ、レアゾンスピーチは1960年代にアメリカで放送されたテレビ番組ですってことで、レアゾンスピーチって何かっていうと、私が以前ノートの記事で書いた、この音声認識 AI のことを指してます。もしかしたら、レアゾンスピーチっていう番組が、えー、あるのかもしれないんですけども、私が意図してたものとは違う回答が入ってきてます。で、ここで文脈として、えっと、先ほどのブログ記事の最初の方ですね、ここをコピーして、えっと、これを貼り付けます。 その上で、レアゾーンスピーチについて教えてくださいというふうに聞いてみます。はい、そうするとこんな感じで、えっと、レアゾーンスピーチとは、株式会社レアゾンホールディングスが開発した音声認識に関するモデルやデータの総称ですということで、この文脈の一番最初の文章ですね、これを持ってきてる感じがします。まあ、ただ、ちゃんとですね、文脈考慮して質問答えてくれているので、Q&A タスクにも使えるかもしれません。で、これ、この文章を返してるだけな気がするので、ちょっと質問を書いてみます。 はい。次はこんな感じで、音声認識モデルは何に使われますかって聞いてみたいと思います。はい。そうすると、文字起こしや自爆作成ということで、音声認識モデルは文字起こしや自爆作成などに使われますってことですね。これを参照してちゃんと回答を生成してくれます。なので、もしかしたら Q&A タスクでオープン a のモデル使わずにこちらのモデル使うこともできるかもしれません。今後そういったところ検証してみたいと思います。はい。続いて、文章の要約タスクですね。やってみたいと思います。 先ほどのノートからこんな感じでレアゾーンスピーチの詳細をですね、記述して、えっと、要約してもらおうと思います。はい、そうするとこんな感じで、レアゾーンスピーチは株式会社レアゾンホールデンスが開発した音声認知に関するモデルデータの総称ですってことで、この最初の1文目をですね、回答してくれているような感じがします。ちょっと違う文章でやってみたいと思います。はい、こちらですね、えっと、ノートの最後のまとめのところですね、こちらも要約させてみたいと思います。 はい、そうすると、えー、レアゾーンスピーチを使用して文字起こしをやってみましたということで、まあ、ちょっとですね、要約としては情報量ちょっと少ないかなというふうに思います。要約は簡潔になりすぎるかなというふうな印象ですかね。はい、続いて、えっ、ー、と、翻訳タスクやってみたいと思います。今回、マルチリンガルのモデルになってるので、英語と日本語両方学習してるというところで、翻訳のタスクがもしかしたら、えー、いい感じにできるかもしれません。 ということで、えっ、ー、と、I love cats ということで、上級を日本語にしてもらいたいと思います。そうすると、私は猫が大好きです。ということで、正しくできてますね。で、ちょっともう少し難しい文章ということで、以前紹介したランマ2の、えー、モデルのアブストラクトを持ってきて、これを日本語にしてもらおうと思います。 はい。そうするとこんな感じで、このプロジェクトは大規模言語モデルの大規模化と自動化を通じて7ビリオンか70ビリオンまでの能力を備えた高度な機械学習モデルを開発しましたという感じで、えっと、かなりですね、正確に翻訳できてるんじゃないかなというふうに思います。いい感じですね。これができるのは結構嬉しいかなというふうに思います。はい。で、逆にですね、えっと、日本語から英語にしてみたいと思います。 こちらの健康についての文章を GPT で考えてもらって、これをですね、英語にしてもらいたいと思います。そうするとこんな感じで英語が出力されたので、これをコピーしてですね、Deeple で日本語訳にしてみたいと思います。はい、そうするとこんな感じで出たので、これをコピーして、こっちで貼り付けて確認してみましょう。はい、そうするとこんな感じで、えっと、下側がですね、翻訳させた文章で、上が元の文章なんですけども、内容としてはかなり近いものになってるんじゃないかなというふうに思います。 なので、えっと、日本語も英語もですね、翻訳できそうだったので、かなりいい感じだなというふうに、えー、個人的には思います。メモリが多い GPU 持ってる人は、いろいろと触ってみて、感想とかを教えてもらえたら嬉しいです。続いて、えっと、画像のタイヤモデルの方をやっていきたいと思います。 はい。それでは画像対ヤモデルの方やっていくんですけども、こちらは無料版の Google コラボでも動作するので、自分で使ってみたいって人は概要欄にリンク貼っておくので、そちらから飛んでいただければと思います。最初にまず GPU の設定は、こちらのランタイムの、ランタイムのタイプを変更ですね。こちらを押してもらって、この GPU を選んで、えっと、GPU のタイプ、無料版だったらこの T4 しか選べないかなと思います。これで保存して設定を書いてもらえればと思います。最初にまず、必要なパッケージをインストールしています。 こちらのセルを選んで、シフトエンターで実行します。続いて、言語モデルのダウンロードをする必要があります。で、今回は、こちらの汎用言語モデルの方をダウンロードしています。はい。で、ダウンロードが大体5分ぐらいかかって終わりました。で、続いて、プロンプトを設定していきます。で、先ほどの言語モデルと似てるんですけども、違うポイントとしては、画像が入ってきて、その画像が言語モデルに埋め込まれるということなので、プロンプトの中に画像を示すタグをつける必要があります。 先ほどプロンプトは、えっ、ー、と、ユーザーというふうに定義して、そのテキストっていうのを入力したんですけども、このテキストの中に、こんな感じで、えっ、ー、と、イメージヒアというタグですね。こちらを、えー、埋め込む必要があります。で、埋め込んだ後に、例えば状況を説明してくださいというふうにすると、イメージを参照して回答を生成してくれます。こちらも実行します。はい。で今回はイラスト屋から、この猫に小判のイラストがあったので、こちらをですね、えっ、ー、と、読み込んでみたいと思います。 画像をアップロードするには、こちらのファイルボタンを押して、ここにセッションストレージにアップロードというのがあるので、こちらを押してもらえればと思います。そうするとこんな感じで、ことわざ猫小判というのができたので、こちらのパスをコピーして、ここに貼り付けます。で、これを実行すると、今画像がですね、読み込むことができました。はい、こちら閉じます。はい、続いて画像を読み込んで、その読み込んだ画像を変換して、言語モデルに渡すという処理を実行します。 はい。そうすると、えっ、ー、と、猫が何かを食べているということで、食べてるわけじゃないんですけども、一応ですね、猫というのは、えっ、ー、と、抽出できているという感じですね。もうちょっとなんか、えっ、ー、と、確かめてみたいので、こちらの文章をですね、書いてみます。はい。で、実行します。猫はどのような体勢ですかっていうふうに言うと、まあ、横向きということで、まあ、横向きではありますか。もうちょっと違うのを打ってみますか。猫は何を見ていますかと打ってみます。 お腹を触っていますってことだったんですけども、本当は小判っていう風に答えて欲しかったんですけども、ちょっと難しいようですね。で、違う画像を入れていろいろとやってみたんですけども、精度としてはまだ良くないかなという風に思います。今後もっと良くなって、精度改善されたらですね、また紹介していきたいと思います。はい、以上で本日の動画を終了したいと思います。えー、この動画が良かったなという風に思う人は高評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。えー、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。